こんばんは。髪の毛染めました、イエーイ。お久しぶりです。こんばんは。髪の毛染めてちょっとここら辺来てもらって、パンガさんに会うのありがとうございます。なんかさん、ハートありがとう。ありがとうございます。多分配信じゃ分かんないよね。こんばんは、こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。29日ですけれども、あと2日間で7月が終わります。7月が終わっちゃいますね。どうしますか。悲しい。こんばんは。8月もう夏になっちゃうよね。ちょっと早い、とても早く感じるんですけど、夏らしいこと、これといったものをね、まだしてなくて。ルトさん、お魚ありがとう。唇赤すぎ、そんな？今日の服すごいな、ほんと？最近ハマり中のスモールワールドさんの時もここの洋服やったんやけど、すごいお気に入りなんです。かわいいお店。収まった？なんか顔の加工なってんのかな、メイク。これだ、これが、これだ、これが普通。変わったっしょ、目、目がなんかおかしいよなと思ってて。赤井さん、鉄砲ありがとう。中さんもハートありがとう。魔王さんもありがとう。新田さんもありがとう。今日髪の毛、可愛くなった？本当？
前髪もね、いつもねパッツンなんですけどね、こうやって切ってもらって重くならないように切ってもらいました。でもちょっと前髪触りすぎたらちょっとダメなんちゃうね。ちょっとあんま触らんようにするな。久しぶりにクエニャ見た。お、お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっとまだ髪の毛染めたてで切りたてでいろいろ触りたい欲がすごすぎて結構触っちゃうんですけど、モグさんもお魚ありがとう。今日めっちゃ暑かったよね。今日めちゃめちゃ暑くってさ、今日もかフィギュアまだもらえてないです。なんか顔違く見えるやんくん、なんでやろ。そんなことない、いつも通り。なんでやろ、前髪のせいかな。多分前髪慣れてないからか。髪型のせいかな。幼く見える？前髪上げたらこうなる。魔王さんお魚ありがとう。一階さんかわいなありがとう。豊さんしっかりがとう。浜王さん、はやちゃんもありがとう。泡ブクブクって先生300円、この蝶々300円。他にも買った、蝶々可愛くて買っちゃった。ゆうたさんお魚ありがとう。蝶々です。はやちゃん鉄砲ありがとう。確かにすぐ錆びそう。一瞬の寿命かもしれないですが、
ちゃんスイカありがとう、ありがとうございます。ひまにゃんさんいいねありがとう。朝早くから行ったのはまだ多分言えないんですけど、飛行機乗りました。電車乗って飛行機乗ってある場所に行ってきて行ってきました。たけちゃんもありがとうございます。一応 YouTube 回したけど時間がなくて全然撮れなかったの。だからなんか一つの動画として成り立つか分からんのですけど、飛行機乗ってヒント、お土産買ったんだけどね、その場所じゃないやつなんだけど、そういうのが好きなやつで、行った場所のやつじゃないんです。ただ売ってたからテンション上がって買っただけで、それがこちらきびだんごです。これ大好きでさ、きびだんごちょっと買っちゃった、買っちゃった。岡山じゃないです。嫌いになってくれるんですか？嫌いだ。鬼になります、仲間にさせてください。みんななんか、じゃあクーナが桃太郎になるな。桃太郎こっちゃんに会ってないです。てか岡山行ってないです。岡山ではないですけれども、そこら辺にいたよっていう感じでして、はい、名物は食べました。またちょっとしたら発表あると思うので待っててください。まみちさんお魚ありがとう。雰囲気変わった？これのね、ちょっと美容師さんに言われてんけどさ、髪色と切り方でほんと変わるよねって言われて、雰囲気が。前髪の切り方も変えたし、多分だいぶ、どっちの方が好きですか？いつもの方が好きですか？全然食うのは目慣れないんやけど。野生的。
幼い？そんなことない。大人っぽい。浜王さん、バラありがとう。確かにいつも重めだよね。確かに。KKB さん、魚ありがとう。赤井さんも可愛いのありがとう。ボブ好き。いつものリップ？うん。ロマンドのような。スイカありがとう。ゆとくさんにはありがとう。プレゼントの送り先はあのストーリーに載ってるままです。インスタのストーリーに載ってるものになります。なんかここら辺ちょっとなんか虫飛んでるんだよね。虫入ってきた気がする。ハエ？ハエ？ではないかな。プレゼントの送り先はG さん出てないです。食事中？マレさんごめんね。ゆっくりご飯食べるんだよ。インスタのストーリーのアーカイブかな、アーカイブのプロフィールに飛んでもらって下らへんにプレゼントのところがあるので、そこの場所が今送る場所なんですけど、変わったかな。こんばんは。8月28日大阪行けることになった。お、お待ちしております。楽しみましょう。8月なので多分めちゃめちゃ暑いと思うんでね、熱中症だけ気をつけて。週5だ。ほら抜けて、うん、皆さんの好きな方で。7月31日にカラーの方でとりあえず1回は絶対つぶやくんですけど、8月1日からはつぶやかないですね。なのでも頑張ってね。
と、こんばんは、こんばんは。夏バテしてない。あら。ヒロさん、ありがとうございます。タワー、なにこれ、 DJ？ DJ ペンギン、かわいい。ありがとうございます。明日も頑張ってください。散髪でありがとうございます。もうこれも買ってきちゃってね、こう私のおすすめのあのオイルなんですけど、ヘアトリートメントオイルで、マジでめっちゃいい匂いなの。洗い流さないヘアトリートメント、マジでいい匂い、おすすめなんですけれども、タオルドライした後にね、こうやって手で 2,3 種プッシュ手につけて、こうやってやってなじませて乾かすんですけど、サラサラなるし、ほんとこれがちょうどなくなったからついでに買ってきた。これ何の香り？なんだろう。よくわからん。ラブ。どれぐらいかは、これぐらいです。後ろは切ってないです。わかるかな、長さ。いい感じ。よかった。それはよかった。肌白い？でも焼けたと思うんだけどね。そう、レイヤー入れました。レイヤーってこうやって短く。短い普通の長さってやつ。な感じなんですけれども、喉が渇いた。触覚も乗り越えたら、幼くなる？こうなります。こうなります。前髪は上げません。ポグさん、めっちゃ可愛いの、ありがとうございます。残念でした。
残念でした。アイス食べたい、誰かアイス食べたい、アイス、アイス食べたいな。こんばんは、おまおさん、お魚ありがとう。バニラアイス、かき氷食べてない気がします。食べたっけな、してない気もする。ポンポさん、S ありがとう。パペコ大好き、 SL さんありがとう。かき氷美味しいよね。練乳いちごかき氷食べたい。みんな様、はやちゃんも愛さんありがとう。凍ればいいですか、家主さんが凍ってくれるんですか。ハシロクマも好きです。すごいダラダラと、30分ほどおしゃべりしちゃった。すごいダラダラしちゃったね、こういうの。ごめんね。ただなんか構ってほしいなとちょっと思ってしまいまして、あと髪の毛染めたし切ったし見てほしくて。ヨトさんもありがとう。いきなりな配信するやったんですけれども、見てくれてありがとうございました。ありがとう。ではランキングに移るね。13位、アマオさんありがとうございます。12位、リョウタロウさんありがとうございます。11位、シゲチさんありがとうございます。10位、ミータさんありがとうございます。9位、香港のケケさんありがとうございます。8位、ラトさんありがとうございます。7位、こまめちさんありがとうございます。6位、たけちゃんありがとうございます。5位、はやちゃんありがとうございます。ありがとう。4位、わかいさんありがとうございます。3位、ゆたかさんありがとうございます。2位、ボンドさんありがとうございます。1位、ひろさんありがとうございます。タワーもありがとうございました。皆様ありがとうございました。31日にはあのファンクラブ内でオンライントークやったりとかありますし、あと2日間で7月終わってしまうのでね。和志さん結婚してのありがとう。モングさん疲れ、ありがとう、ありがとう。虹を楽しみにしてます。モングさん虹ありがとう、ありがとうございます。ではでは皆さんゆっくり寝てね。お疲れ、ありがとう。ではでは皆様おやすみなさーい。バイバーイ。